茶摘りです。皆さんこんにちは、茶摘りでございます。今日と言いますとこちら静岡県の稲取にある稲取赤尾ホテルに来ております。今回ね、素泊まりで一番ねリーズナブルなお部屋をね予約したんですけれども、なんと今日ねたまたま空きが出たということで、客室露天風呂があるお部屋にアップグレードしてくれました。ありがとうございます。本当ね、ホテルの方のねご好意でこのようなことをねしていただいても、本当に本当にありがとうございます。客室のね、温泉に入っていきたいと思います。そしてね、じゃじゃん、なんと内風呂もあります。にしてあっちのね露天風呂の方は熱いので、ちょっと交互でお風呂に入れたらなっていうふうに思ってて、こっちは結構なぬるめにしてます。シャンプーとコンディショナーとボディーソープ、ホテルのねよくありがちな感じのシャンプーなのかな。市販品ではなさそうですね。こっちがいて、じゃじゃん、こちらがね、客室の露天風呂でございます。めちゃくちゃ素敵だよね。どうぞ。結構お湯加減は熱めですね。すぐ汗かいちゃいそう。よし、じゃあ早速入っていきますよ。すごいなんかお湯の色がちょっと黄色く見える。成分のせいなのかな、ヒノキの色なのかな。なんか黄色くない？すごい綺麗。目の前が、海なんですけど、海の近くの温泉って結構多くあるのが塩化物泉っていうね、塩って塩、塩って書く塩化物泉なんですけど、この塩っていう風にね言われてるぐらいお塩のね味がする温泉が多いんですけど、どうかな。しょっぱ、めっちゃしょっぱいよ。しょっぱ、美味しい気持ちいいけど暑い。ちょっと汗かいてきた。今日は予報的には30度近い温度なのでね、もう温泉入ってなくても汗だくだよ。温泉入ったらもうすごいですよ、大洪水ですよ、汗が。
描いてきちゃった。もう夏の撮影はね、もう汗だくなんですよ。この汗との戦い。ダメだ、ちょっとこの後温泉入るの暑い。あっちの、そっちのね、ぬる湯の方に行こう。よっしゃ。ほう。あー、気持ちいい。熱湯とぬる湯の交互浴がすごい気持ちいいよ。最高。こっからだとあんまりね、外の景色は見れないんですけど、ちょっとこうやって膝立ちすればちょっと見えるかな。ということでですね、次にこちらの貸し切り風呂にね、入っていきたいと思います。貴婦人の湯っていうね、貸し切り風呂って、貸し切り風呂になります。こちらなんですけど、なんかこう西洋のローマみたいなね、感じのすごい素敵な雰囲気ですよね。
8度ということでね、まあまあ暑いね。はい、ということでですね、着替えましたので、今からね、こちらの、貴婦人の家に入っていきたいと思います。今からスポンポンでね、入っていきますので、YouTube ではお見せできないので、気になる方がよかったら、ファンクラブの方でね、ご覧いただけましたら嬉しいです。はい、というわけでですね、じゃあ早速入っていきたいと思います。バイバーイ。ご覧いただきどうもありがとうございました。みんな最後まで本当にありがとう。